HTC Touch Diamond とは HTC が世界各国で発売しているフルタッチパネルのスマートフォン。香港市場に2008年5月に発売。6月までにヨーロッパの主要なキャリアで発売された。アメリカでは8月に発売。日本市場では E モバイル向けの S21HT が10月に発売。ソフトバンクモバイル向けのソフトバンク x a 4 HT が11月に発売。NTT ドコモ向けのドコモプロシリーズ HT-02A が12月19日に発売開始。背面カバーが黒光りするダイヤモンドカットであるのが特徴であるが、S21HT だけは背面が平らである。基本仕様は同じであるが、HT-02A はキャリアメールに対応していないのと、X04HT は 通信速度が 3.6Mbps にとどまるといった違いがある。HT-02A は i モードメールのプッシュ配信には対応していないが、モペラプッシュメールをサポートしている。NTT ドコモ HT-01A からキーボードを取り去って軽量化した簡略版である。マットコートの外装表面は高級感を感じさせるが、下水分解して経年変化で、 ベトベトに溶けやすくなる。無水アルコールで拭き取れば、普通の樹脂製の機材が出てくる。こうすれば食感が安っぽくなる反面、使いやすくなる。使用バッテリーは、型番 HT02、形式ダイム171、定格 3.7V、DC1340mAh である。NTT ドコモ HT-01A とは、戦略的なターゲットが異なるため、 その機種とは違い外部から差し込むタイプのマイクロ SD メモリなどに対応していないと、中途半端な過渡期の産物でもある。インターフェースは、ほとんどタッチパネルで操作を行う。タッチフロー 3D という、HTC 社のタッチインターフェースを採用し、直感的に操作を行うことができる。主なプリインストール、同梱のアプリケーションは、以下の通り HTC タッチダイヤモンド。ありがとうございます。